今日は3月の10日朝9時12分です。昨日と一昨日、ギターの撮影とかをしてたんで、ちょっとサボってしまいましたけど、昨日のうちに結構水槽をきれいにして、小屋もかなりきれいに片付けましたので、まあ、だいぶ落ち着いたんですが、とりあえずはですね、今日も3月の10日ということで、あ、カメ君たちはかなり元気がいいみたいです。はい、というところで、今日は法事があるので、まあいろいろとやることがあるんですが、そんなことをやっていこうかなと思っております。はい、ただいま3月10日の夜の8時47分ですね。はい、ということで、今日はですね、私のひいおじいさんの50回忌の記念のイベントをですね、親戚とやっておりまして、それが終わって、まあ全てが終わったというところで、で今ようやくちょっと時間ができたというところですね。はい、今日めちゃくちゃ寒いですね。3月半ばに近いんですけど、まあ、気温は9度となってます。多分もっと今寒いですね。はい、ということで、まあ、今日は、まあ、私も結構飲みましたけど、まあ、親父はかなり酔っ払って今大変なんですよ。はい、というところで、まあ、明日は3月11日というところですね。3.11 になります。あれから13年の月が経ちましたというところで、まあ、先ほどその動画も撮りましたというところですね。まあ、それもセットで、まあ、ひいじいさんの50回忌という感じでした。はい、とりあえず、金魚たちは元気なんで餌をあげて、2階に飾ろうかなと思います。はい、今日は3月11日、昼前ではありますが、ちょっと朝からいろいろまあ、ちょっとゆっくりしつつもですね、動画を作っていましたというところでしたが、今日は、3.11 から13年が経ちましたと、まあ、そういう 日になりますね。まあ、一応動画でですね、思いは語っておりますけども、まあ、たくさんの方が亡くなられましたし、社会に与えた影響が極めて大きい事件になったかなと思っています。まあ、これからもですね、大きな地震が起きる可能性は、いつどこでもあることだと思いますので、まあ、そのあたりの備えをしながらですね、社会の、まあ、大きな災害に備えるということは非常に、重要なことかなと、まあ、そういうふうに教訓づけてですね、まあ、これからも、社会において、まあ、我々がその生きるということ自体に、まあ、安全というものは常に脅かされているという、そういう感覚が必要なのかなと、まあ、改めて思いましたという、まあ、そんな感じですね。はい、ということで、今日はまた、まあ、ちょっと朝からいろいろチェックとかしてたんですけど、まあ、基本的には体を休めながらですね、まあ、体調の回復が、まあ、どうなんでしょうね、もうこれがデフォルトかなと、まあ、思わんでもないですけど、やっぱりちょっと右腕がですね、ずっと痛くてですね、まあ、付き合っていかなければしょうがないのかなという思いですね。まあ、そんなわけで、今日も何らかやりたいことをやっていこうかなと思っております。おはようございます。今朝は3月12日、午前中の11時31分ですね。まあ、ちょっと前に、ちょっと動画をちょっと今作ってて、ちょっと時間ができたんで、名刺を食いに降りてきましたという感じですね。はい、今日は3月12日、金魚たちは元気というところですね。まあ、今日もちょっとまた朝起きて、結構しびれがあって、右腕と、あと、昨日から割とですね、背中とかがこうしびれる感じが結構目立ってるんで、ちょっと気になるなというところではあるんですが、まあ、あまり、まあ、なんていうか、まあ、激しい運動もしてないしですね、体を休めるっていうことはできてると思ってるんですが、そのあたりもなんとなく落とし穴がありそうな気がするんですけどね。はい、まあ、そんなわけで、まあ、今日も動画を作りながら一日過ごしてまいりたいと思います。はい、ただいま3月13日の水曜日の昼の2時ですね。ちょっと今見たら餌箱にアリが入ってきていますね。これはもうダメだな。はい、アリが入ってきておりましたということです。はい、まあ、ちょっと2時ですね。ちょっと午前中から動画を作ったりいろいろやってたんですけど、とりあえず、金魚たちは元気と言いたいところですけど、ちょっとダルマリューキンの白の方もですね、ちょっと転覆病っぽくて、まあ、基本的には大丈夫だけど転覆気味という感じですかね。はい、
オレンジ君も基本的には転覆気味だけど、まあなんとかみたいな感じですかね。はい、というところで今日も一日また動画を作ったりどうしたりしようかなと思っております。はい、ということで3月13日の夕方6時56分ですね。まだ外は暗いですけど、だんだん日が暖かくなってくると、明るくなってくるかなという感じです。まあ、基本的には金魚くんたちは元気なんですよね。カメくんもさっき餌をあげたら、まあ、2匹ともバクバク餌を食べておりましたというところでした。はい、今日はとりあえず1日動画をずっと作ってまして、今あのメルカリの記事を作っててですね、結構今の動画事情的にはこう本当に YouTuber のレベルが上がってきてるんで、なかなか簡単なあの作りでできる動画っていうのは視聴されないっていう傾向もあるので、結構作り込んで今やってるとこですね。まあ、やっぱりなるべく将来的にも見られるようなそういう継続的な視聴が、まあ、期待できるやつを作ろうということで、ちょっと今、意気込んで作ってるような感じですね。はい、まあ、そんなわけで、とりあえず風呂に入ってその続きをやろうかなと思っております。はい、ただいま3月14日の昼ですね。まあ、今朝は朝起きてちょっと動画を作ったりして、で今という感じになっておりますが、まあ3月14日ということで、もうちょっとで有給消化期間が終わるんでですね、まあ、その後の、まあ、身の振り方をちょっと考えなきゃいけないところではあるんですが、まあ、基本的にはですね、まあ期間が終わってから、待機期間という形で2ヶ月以上あるんでですね、その間はなんとか、仕事を なんか探してですね、アルバイトしながらみたいなことを考えようかなと思っているところですね。まあ、現時点でやっぱ体調というか右腕がやっぱりちょっと調子が良くないんで、そこが良ければですね、特に何にも嫌なことはないんですが、ちょっとそこは気がかりかなという気持ちですね。はい、まあ、そんなわけで気温もだいぶ暖かくなってきましたからね。はい、というところで今日も、まあ、ちょっと今やってることがあるんで、それをやっていこうかなと思っているところです。はい、今3月15日ですね。今は昼間ですね。 あら、またこれまたアリが入り込んでるみたいですね。せっかく入れ替えたのにもうアリが、ちょっとこれは考えなければいかんというとこですね。昨日せっかく餌を入れ替えてですね、新しくしたんですけど、この新しい餌にはアリが寄ってくるみたいだし、ちょっとここの場所がダメですね。残念。カメムシも来てるみたいですね、緑の。あとダルマリュウキンがやっぱり裏返るんでですね、ちょっと厳しいかなという感じです。オレンジ君も裏返ってますし、こっちの白の方も裏返ってますね。というところで、今日は金曜日です。また、今日はサイ君対談がありますのでやっていきたいと思っておりますよと。今はまた動画でちょっとメルカリ関連の動画を一生懸命作っていてですね、それにちょっと今必死になっておりますというか感じですね。はい、ということで、今日も一日、頑張ってまいりたいと思います。はい、ただいま3月16日土曜日の昼の2時ですね。今日は今朝方割と結構寝ててですね、で10時半ぐらいに起きてから、まあ、動画を見たりと、まあ、あと昨日対談した分をですね、サイ君に動画を上げてもらってたんで、それを何回も見ていたりとやっておりましたというところですね。はい、日もだいぶ暖かくなってきました。金魚たちも基本的には元気かなと思います。オレンジ君はやっぱ相変わらず、あまり調子は良くはないんでしょうけども、こっちのダルマリュウキンのシロ君もやっぱちょっとひっくり返り気味ではありますが、まあ基本的にはですね、金魚たちはまあ元気かなと思っております。カメ君も非常に活発が良くなっておりますね。餌もよく食べますという感じです。いろいろやりたいことがまだいっぱいあるしですね、体調も少し落ち着いてきた感があるのはありますね。ちょっと虫も出てきました。もう暖かくなってきてますよという、そんなところですね。はい、
おはようございます。今朝は3月17日の、12時前ですね。もう昼ということなんですけどね、ちょっと起きてからちょこちょこ何かをして、で今というとこなんですが、ちょっとやっぱり右腕と肩が結構痛いかな。背中というか、これもちょっと運動してたというか、そういう体操をしてたんで、その影響でというところなんですけども、ちょっと具合が悪いと。このあたりは気をつけながらですね、なんか考えていかないといけないかなとは思ってるんですけど、昨日結構ですね、その柔軟運動というか、肩を動かす運動をしてたんで、その影響かなとは思っています。あまり無理をせずにですね、体調回復優先でいきたいかなと。なんというか、兆しは見えてるんですけどね、こう良くなる兆しというか、なんかそんな思いで、昨日割と肩を動かしていました。はい、ということで、ちょっとやりたいことはたくさんあるんで、なかなか思わしくいかないですけど、少しずつですね、進めていこうかなと思っております。